今回は桜川めぐさんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。声優でもあり、はい、歌手でもあり、はい、マルチプレイヤー、ちょっとドラムも、ドラムをやってるってことなんですけど、はい、茨城出身ってこと。ありがとうございます。大体茨城って言われて直すことが多いんですけど。そうなんですよね、はい、僕あの雷と一緒によく仕事してるんですけどね、はい、茨城弁っていいですよね。お、そうですか。なんか暖かくて。そしたら今日全部茨城弁で喋りたかったな失敗しましたでまず最初は歌手と声優だとどっち先に目指したんですか。歌手ですね。もともとアニソンが好きで、そうなんです。でこの素敵なアニソンを歌ってるのは誰だろうって思ったら声優が歌ってるってことです。多いですよね。そうなんです、そうなんです。それで二足のわらじでいこうっていうことに決めました。で今大学で教えてるという。そうなんです。何を教えてるんですか。私は実は技術的なところよりも、例えば今日みたいなバラエティのトークだったりとか、うん、今度はあの SNS についてちょっと生徒たちと学ぼうかななんて思っていろいろいつも考えているところなんですけれども、はい、そうですね、あの今声優ってマルチに先ほどもおっしゃっていただいたようにお仕事をさせていただくので、それに対応できるようなタレントを育てていきたいなと思っております。講師をやられてるわけですね、はい、多いでしょう、やっぱりあのそれを目指す方って。今それが私がこの仕事を始めた10年前は年に1万人声優が増えるって言われてたのが、今3、4万人らしいんです。芸人より多い。あ、そうです芸人も3万人はいないな。それであの椅子は何でしょう、アルバイトとかしなくていい席は300個しか椅子がないよとは聞いたことがありまして、もう頑張ってその椅子取りゲームに参加して取られないように頑張りたいところです。だからどの世界もそうですよね。お相撲の世界もね、幕内と十両がご飯食べられるけど、だから席って決まっちゃってるんですよね。どこの世界も厳しいですね。関取なんですよね。関取ですね。大変ですよね。あ、そう、こっちじゃないか。こっち関取違いでした。面白いですね。すいません。このキャラで行けば大丈夫じゃないですか。本当ですか。よかった。よかった。ばあちゃん見てるよ。褒められたよ、関根さんに。またぜひ来てください。ぜひ。どうもお願いいたします。ありがとうございます。桜川めぐさんでした。ありがとうございます。